小沢咲人君。委員長。小沢君。日本維新の会の小沢咲人でございます。今日は、金融政策と日銀の役割と、そういったテーマで、総理はじめ、関係者の皆さん方と議論をさせていただきたいと思います。まず冒頭ですね、総理にお尋ね申し上げます。昨年の3月8日、日銀法改正を求める議員連盟、これに総理は参加をしていると、こういう報道があるわけですが、間違いございませんか。安倍内閣総理大臣、参加をいたしておりました。小沢咲人君。後ほどその趣旨も含めてですね、聞かせていただきたいと思いますが、総理の関心の方向性と、おそらく私の関心の方向性、かなり方向は同じだとこう思っているわけでございますが、維新の会はご案内のようにかなり急進的な改革政党でございますから、総理の半歩一歩前をですね、ぜひ指し示しをさせていただいて、また議論を進めたいとこう思っておるわけであります。まずですね、ちょっとパネルを出してもらいたいと思いますし、皆さん方にも見てもらいたいんですが、こういう棒グラフのですね、資料をお渡ししていると思います。いわゆる日本はですね、失われた20年とこういう言葉があります。日本経済停滞の20年とこういう意味で言われているわけでありますが、このグラフ見ていただけるとお分かりの通りですね、いわゆる1994年から昨年の2012年まで日本の GDP はですね、全く変わっていないというか、デコボコはありますよ、減ってるんですね。日本の GDP 減ってんですよ。これは、総理、また私もそうでありますが、93年に初当選でありますけれども、その93年の時は484兆円で、日本のまさに生産力が全く変わっていない。でこれに対してですね、今内閣参与になられましたイェール大学の名誉教授の浜田光一先生は、この間の日本のデフレ不況、そのほとんどの原因は日本銀行の金融政策の失敗にあると、こう最近の著書で断じているわけですね。それから、前大蔵省下越大学の高橋洋一氏は、この間の日本のいわゆる GDP が全く変わっていない、そしてその間に中国は当時ですね、20年前は日本の 10% 程度の成長率だったけれども、今やそれが日本を超える GDP 生産国になっている。で日本がですね、この20年間先進国並みの 4% の成長を保っていたらば、日本がですね、この間失った付加価値総額は累計で5000兆円、国民一人当たり4000万円、こういう数字を言ってんですね。この20年間のこの不況、まさに日本のこの経済問題、年間3万人の皆さんたちが、これは経済問題だけじゃないけれども、自殺も含めて亡くなっている、自殺の人が3万人もいる、こういうですね、まさに20年の経済停滞をもたらした最大の要因は、先ほどの浜田先生の話だと、金融政策の失敗と、こうなるわけでありますが、総理並びに日銀の見解を求めたいと思います。安倍内閣総理大臣。ただいま、委員が指摘をされましたようにですね、この97年が523兆円でありまして、それから476兆円まで減ってきたわけでございまして、50兆円近い、まさに富が失われてしまった、これは深刻なことだと思います。その間、職を失った人がたくさん出てきたわけでありますから、これを変えていく、まさにデフレから脱却していくということはですね、
安倍政権の使命であると、このように思っておりますし、まあ、この間、ゼロ金利、あるいは量的緩和ということで、ですね、まあ、地震の政策がうまくいき始めたこともあったわけでありますが、それぞれですね、ちょうどいいところでそれをやめてしまったという反省も含めて、今までとは違う伝統的な、まあ、今まで日本銀行が取ってきた伝統的な政策ではない、事前の違う金融政策を行わなければならないと、このように思っております。小沢、日本銀行、岩田副総裁。90年代に入って日本経済が非常に長期にわたって低迷している原因ですけれども、それは最初に、まあ、資産デフレが起こり、それがフローのですね、持続的物価の下落を起こし、それがまた資産デフレを起こしという、それがもう悪循環に入ってしまって、でその悪循環をその断ち切る一つの大きな手段が、まあ、金融政策だったんですが、それがまあ十分、適切に運営されなかったということが、デフレギャップをなかなか解消できずに、名目 GDP が、成長しなかった要因だというふうに私は理解しております。で、産業構造調整の遅れとかですね、いろいろなことを言われるわけですが、もちろんそれはそうなんですけれども、それはしかしデフレになるとですね、産業構造調整がやっぱり難しいという面があるということで、やはりデフレ、脱却をするということが一番大事だったんだけど、それがなかなか果たせなかったというところに長期低迷の最終的な原因といいますか、原因があるというふうに思います。小沢先人君。今総理からもですね、岩田日銀副総裁からも、明快なご答弁をいただきました。まあ、官無料であります。私はですね、まあ、2002年の時に、まあ、それまでこう日本の経済、なんでこんなにこう停滞感あるんだろうとずっと考えながらやってきまして、いわゆる平成7年の時はですね、当時、79円までいった円高の時がありました。で、あの当時は自社債券でありますが、アメリカに行かせていただいて、いろんな関係者と話をした。で、グリーンスパンさんがですね、その時に言った話が、日本は先進国がかつて経験をしたことのないデフレの状態にありますと。まあ、円高ですから。だから、金利が相当低くても実質金利高なんだと、こういう説明をされたんですが、まあ、それはともかくとして、いわゆる先進国が経験をしたことのないデフレの状態にいると、その言葉が頭にずっと残っていて、そして今ご答弁をいただいた岩田先生、あるいは先ほど名前を出させていただいた浜田先生たちの著書を読む中でですね、やっぱりこの20年のこの間の日本の不況感、パッとしないこの不況感はデフレにあると、さらに言うとそのデフレを解消できるのは金融政策しかないと、こういう思いに至りまして、まあ、2002年から実は当時は自民党にいました舛添要一さんはじめですね、デフレストップ実現の会というのを作って活動してまいりました。この間、総理もですね、デフレ脱却国民会議とかですね、そういった中で一緒になることもありました。そういう活動をしてきましたけれども、なかなかこの金融政策というのが理解をされなかった、私の力不足もあったわけですが、まあ、今日ですね、アベノミクスという話の中でまさにそれがですね、ようやっと、実現しつつあるという話で、冒頭申し上げたように官無料の思いでいるわけでございます。そこで、岩田先生にお尋ねしたいと思いますが、経済政策は財政政策と金融政策とよく言われますですね。そしてその金融政策を受け持っているのは政府ですか、中央銀行ですか、どこがその機能を受け持っているんでしょうか。岩田日本銀行副総裁。それはもちろん日本銀行でございます。委員長。小沢先人君。大変簡単にお答えいただいたんですが、今日はテレビの放映もありますが、国民の皆さんはですね、ここがまずご認識がないんだと思います。金融政策っていうのは中央銀行なんですね。政府は、これは麻生大臣いらっしゃって金融担当大臣でいらっしゃいますが、金融行政はやれますけれども、いわゆる通貨の供給量を増やしたり減らしたり、
あるいはまた金利に対するいろんなさまざまな政策はですね、政府は手段として用いないんですね。ですから中央銀行が極めて役割が大きいということを改めて再認識をした上で、中央銀行の役割に入っていきたいと思います。そういう中でまさに中央銀行の独立性、日本では日銀の独立性ということが議論になっています。この独立性の意味は何のための独立性なんでしょうか。総理並びに日本銀行にお尋ねいたします。安倍内閣総理大臣。やっぱこれは日本においてはですね、かつて西南戦争の時にですね、どんどんこの貨幣を発行した、これは中央銀行と政府が分かれていなかったということでありますが、大変なインフレになってしまったというところから中央銀行と分けていくわけでございますが、その後、先の大戦、以前の高橋コレキオの金融政策がございます。そしてその後の出来事等々からですね、やはりこれは日本銀行に金融ファイナンスをさせてはならないということにおいて、しっかりと独立をさせていこうということなんだろうと思います。ですから基本的にはですね、目標においては国民によって有権者によって選ばれた政府が目標を設定をして、そして中央銀行がですね、その政策手段においては独立性を守っていくということが大切ではないかと、このように思っております。岩田日本銀行副総裁。日本銀行の独立性の意味ですけれども、2つございまして、目的の設定の問題と目的を達成する手段の問題がありますが、目的の設定に関しては現在の主要国の中央銀行にいろいろありますが、政府が決める場合、中央銀行はもう決めている場合、政府と中央銀行が決めている場合とありますが、基本的にはその政府のやっぱり政策と整合性を持っているということで、中央銀行が決めている場合でも政府との目標の対立というのはないので、そういうふうになっているんだというふうに思います。で、一番大事な、したがって、次に日本銀行、中央銀行の独立という意味では、やっぱり目的を達成する手段は独立で持っていなきゃいけないという。で、インフレ目標というのを今度採用しましたけど、これを採用するとですね、その目標を例えば達成しているのに、それを超えて例えば国が財政ファイナンスで国債をたくさん発行するから財政、国債を引いてくれと言っても、もう物価目標を達成していますから、むしろその後はお断りするということをはっきりしているわけで、むしろそのインフレ目標を設定することはですね、財政ファイナンスを防ぐ一つの手段になっているということでございます。小沢先人君。ありがとうございます。総理も岩田副総裁も私の後半部分のですね、インフレ目標の意味まで、ご答弁をいただいたり、しておりますので、若干質問をこう前後させながらいきたいと思うんですが、今の総理のご発言の中にもありましたけれども、中央銀行、日本で言えば日銀の独立性をなぜ担保しなければいけないかというと、政治家がある意味では、先ほど西南戦争の話がありましたけれども、その政策を行う、どちらかというと政治家というのは人気取りのための政策も行うでしょう。そういったときに、いわゆるお金をですね、どんどん中央銀行がその裏付けとして吸っていく、いわゆる財政ファイナンスという言葉になるわけですけれども、そういったことがあってはいけないという話が根本の私は独立性の意味だとこう思っておりますし、総理からもそういうご答弁をいただいたと思っているわけですね。で、そういう中にあって、ではじゃあ日本銀行の役割というのは一体何なのかと、こういう話でありまして、まさにその意味では物価の安定と、こういう話になるわけです。で、先ほども申し上げましたように、先進国はいわゆる戦後ですね、デフレというのを経験した国はほとんどありません。こんな持続的なデフレを経験している国は日本だけであります。これも国民の皆さんはなかなかご認識がないと思う。20年もデフレが続いている、そんな国はですね、ないんであります。で、普通の国はインフレを抑制するためにですね、いわゆるインフレ目標、インフレターゲットというものを決めてやるわけでありますが、まさにその総理がご答弁になったその金融政策の目的を日本銀行と政府が一緒に決めていく、
共通の政策目標を決めるというのは日銀の独立性と何ら関係ないと思いますが、もう一回明快な答弁をいただきたいと思います。安倍内閣総理大臣。基本的にこの目標についてですね、今小沢委員がおっしゃったようにその政策目標において日本銀行と共有していない限りですね、これはなかなかうまく目標がたとえあったとしてもこれは効果を、さまざまな手段も効果を発揮をしないわけであります。これは基本的には国民によって選ばれた政府が日本銀行と相談した上においてきっちりと目標を定めていくと、そしてその目標に向かってどういう政策手段をするか取るかということについては日本銀行が独立性を持って政策手段を決めていくという、まあ、そういう姿が私は正しい姿ではないかと思います。長蔵先人君。パネルでもお示しをしておりますけれども、金融政策の目標設定の独立性に関して、いわゆる、目標の独立性とそれから手段の独立性、各国の比較の表も、お配りをしてございます。これが世界標準であります。日本はこの目標を共有する、中央銀行と政府が目標を共有するこのこともですね、独立性を犯すという議論がありました。特にですね、政治家が金融政策に関してですね、発言をすると政治介入だって言われるんですね。政治介入だって。金融政策が先ほど来話が出ているように20年デフレを解消する最も有効な手段であるにもかかわらず、政治家がそのことを発言、そのことにコミットすると政治介入だとこう言われる。こんなバカな話ないでしょう。総理どうですか。安倍内閣総理大臣。私も散々、中央銀行の独立性を犯しているとこう批判をされましたが、野党の時にですね、野党の時においては政策手段についても議論を行いました。これ当然ですね、日本銀行あるいは日本銀行の総裁は国民に対して手段においても説明する責任を負っているわけでありまして、ですから今日もこうして副総裁がこの場にいてですね、皆さんが、今日は明日から政策決定会合がありますから、なかなかお答えはできないんだろうと思いますが、決めた後においてはですね、日本銀行といえども国会において政策手段において説明する責任を負っているわけでありますから、当然自由に議論する。ただ私も総理大臣になった以降はですね、目標についてはお話をしておりますが、この手段についてはこれは政府と日本銀行の関係において、一切言及はしていないと、そういう説を持っておりますが、国会議員がですね、政治家がこのまさに目的も含めてしっかりと議論し、手段も含めてですね、議論していくということは当然金融政策大切な、これは経済政策の手段の一つですから、当然のことだろうと、このように思います。小沢先人君。本当に今のご答弁を聞いておりますと覚醒の感を感じるわけでありまして、まさに安倍総理もおっしゃられたように、政治家がですね、金融政策を言うと独立性を犯している、そういう批判をですね、我々はもう本当にずっと浴びながらこの十数年間やってきたんですね。本当にこれはおかしいと私は思いますね。それから、話を進めさせていただきたいと思いますが、各国いろんな独立性の対応があります。まずここまでは目的に関するいわゆる政府と日銀の共通目標を作るという話は日銀の中央銀行の独立性を犯すものではないと、こういう共通のコンセンサスができてきていると思います。じゃあそのための手段でありますが、先ほど冒頭お尋ねしました日銀法改正の議連に、総理はお入りになっていたと、今も入っているのかもしれません。で、私はこの日銀法改正が必要だということの一つの理由は今お話があった共通目標を作る、でそれを日銀法の中にしっかりと書き込むこと、こういう話が一点だと思っています。それからもう一点はですね、先ほど総理も答弁の中で若干触れられましたが、日銀の金融政策がある意味ではいいところまで行った、だけれども途中でですね、また元に戻っちゃった、こういう話ありましたですね。私もこの間ですね、本会議並びに、財務金融委員会でずっと質問してきたんです。2000年のゼロ金利解除、これの失敗、あるいはまた2006年は量的緩和政策の解除、これの失敗、総理もこの2006年の時はまさに当事者でありましたよね。
この失敗というのを総理はどのようにお感じになってますか。安倍内閣総理大臣。2006年の時の、量的緩和の解除でありますが、ちょうど私も官房長官で、ありました。当時の、福井総裁と何回か、会合を持ったわけでありますが、政府の立場としては、小泉当時の総理も、この段階での量的緩和をやめてしまう、量的緩和の解除はですね、早すぎるという判断でありまして、政府としての立場は何回も、福井当時の総裁にお話をさせていただいたわけでございますが、残念ながら、デフレギャップも解消されつつあるということにおいてですね、そういう判断をされた。ただあの時ですね、多くの市場関係者は、これを、この段階からもうしばらくそれを続けていくことが大切だと、そのことによって大きく局面は変わっていって完全にデフレから脱却できるということを言っている人たちが大変多かったんですね。まさにそういう市場関係者の期待を裏切ったことがですね、その後、いわばせっかくうまくいき始めた、金融政策がだんだん結果としてですね、うさむさんしていったって、うさむしょしていったということにつながっていったのではないかと、このように思います。小沢先人君。日本銀行の答弁お願いします。岩田日本銀行副総裁。日本銀行は当時それなりに、やってらしたというふうに議論をしてやってらしたと思うんですが、私から見ますとやはり、一つはですね、やっぱりゼロ金利しろ量的緩和しろ、その物価の安定にもう少しコミットするというところが少し弱かったということと、そうするとどうしても緩和の期間は長くなってしまうんですが、そういう状況で緩和がやっぱり量的緩和の解除は早すぎたというふうに思います。小沢先人君。今2つ私は例示を出させていただきましたが、2000年のゼロ金利解除、2006年の量的緩和解除、これがですね、そのまま解除ではなくて続いていれば日本経済こんなにデフレに苦しみ続けることはなかったと思うんですね。まさに安倍総理のご答弁も岩田副総裁の答弁もまさにそれをしっかりと認めていただいたということだと思います。繰り返しになりますけれども、本当に日本経済がこの間苦しんできた、それをですね、政治があるいは政策が変えれるかどうかの瀬戸際でなかなかそれができなかった、こういうことだと思うんですね。だからそれをしっかりと担保する制度的なですね、やはり法改正が必要だというのが私あるいは維新の会の結論であります。人に、今黒田総裁、岩田副総裁、そういうまさに人によってですね、政策が行われるということではなくて、法的な担保が必要だと私は思っていて、それは具体的には日銀法の中で、政府と日本銀行が共同してですね、政策目標をしっかり立てる、そして、それについての説明責任は日本銀行が負う、さらには我々維新の会はそれで毎日どうしてもそれがいわゆる変な政策しかできないということであれば解任権まで持つべきだと。解任権といったってですね、これも中央銀行の独立性ってよく言われるんですが、任命権を持っていて解任権がないなんて普通おかしいじゃないですか。やっぱり総理大臣は政策で失敗したらやっぱり責任取るんですよね。大臣だってそうですよ。公の機関のやっぱり責任を取る体制っていうのはなければおかしい、こう思っていて、維新の会は今日本銀行の一部を改正する法律案、作らせていただいております。ぜひ、これはみんなの党と一緒にですね、提出したいということで今修正、協議をやっておりますが、総理も前向きにですね、取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。私も議連に入っておりました頃、今、まだ入っているかもしれませんが、みんなの党とともにですね、日銀法の改正案、我が党では山本幸三議員が中心になって書いたのでありますが、それは一応できてまいるわけでございます。今、小沢委員が指摘されたように、
人に頼るのではなくて、法的な担保ということについてはですね、これは当然これは頭に入れておく必要があるんだろうと、このように思います。現在の段階ではこの 2% という、インフレ目標を物価安定目標を設定をし、そしてかつ2年間という期間においてもですね、そして責任においても岩田副総裁そして黒田総裁もですねコミットしておられる中においてはですね、今は日本銀行にお任せをしようということでありますが、しかし常にこの法改正については視野に入れていきたいと思っております。小沢先人君。今総理の立場からはですね、視野に入れてと、こういう表現がギリギリなのかなとこうも思いますけれども、鉄は熱いうちに打てとこういう話もあります。一気にやるときはやるとこういう話が私は重要だと思っているんですが、岩田副総裁いかがでしょうか。岩田日本銀行副総裁。日本銀行法改正に関しましては、私の立場としては、いずれにしても現在はですね、現在の日銀法の下で、とにかく 2% のインフレ目標をきちっと2年程度の中で達成するということに邁進したいと思います。で、法の改正に関しては、私、現任の副総裁ですので、公正を愛せるということは言えませんが、今小沢委員がおっしゃったようなですね議論を含めて、政府国会の中で議論を深めていっていただきたいというふうに思います。小沢先人君。改めて日本維新の会はこの日銀法改正、必ずこの国会で出させていただきますので、どうぞまた与党の皆さんもですね、議論に加わっていただいて、そして国民の前でですね、いい議論をやらせていただきたいとお願いを申し上げたいと思います。それから当面のですね金融政策に関してお尋ねをしたいと思います。まず経済における期待の役割という点をお尋ねしたいと思います。ある方がですね、これは与党のかなり重要なポジションにいらっしゃる方ですが、今日のアベノミクスの状況を表してですね、ただ単に気持ちが国民の気持ちがですね、変わっただけだと、危ないとこういう言い方をされておりました。この期待というのはですね、経済学においてすでに基本的なツールになっているんですね。重要な経済学の概念です。で、景気の気というのはよく気持ちの気分の気だとこう言って、経済は気で動くんだよねとこう一般的にもですね、世の中的にも言われておりますけれども、この期待、エクスペクテーションでありますけれども、これが極めて重要なんですね。これに関する総理のご見解をお尋ねしたいと思います。安倍内閣総理大臣。よく期待だけだという人がいるんですが、この期待を変えるのが一番大変なんですね。これが一番難しいわけでありまして、だから結果としてこの15年全くデフレから脱却できなかったわけであります。さまざまな、量的な緩和を行いながらもできなかった、そこで、今回は多くの方々に、政府日本銀行において今までとは次元の違う政策をしっかりと行っていくという中において 2% という物価安定目標を初めて立てた、その 2% に向かってですね、ありとあらゆることをやっていきますよと日本銀行も意思を示したことによって、いわばインフレ自体が生じたわけであります。例えばインフレ自体というのは物価連動債と普通の国債との差を言うわけでありますが、今まではずっとデフレですから物価連動債自体が全くこれは商品価値がなかったのでありますが、今期待が変わり出つつある中においてですね、少量でありますが、物価連動債も発行していくことができるようになったわけでありまして、この期待をしっかりと結果に結びつけていくことが、重要ではないかと思っております。小沢先人君。繰り返しになりますけれども、本当に合理的期待の理論というのが経済学ではあります。もうすでにこれは20年前にですね、私が大学院で学んだ経済論であります。ルーカスだとかバーロだとかですね、そういった論文を読んだことを思い出すわけでありますが、まさにそこが大事なんですね。で、その期待の理論から
今度は今は起こっている話はいわゆる資本市場、株が上がっています。為替が円安に触れました。で、ここから企業は投資に向かうんです。個人は消費に向かうんです。あるいは企業はそこで給与を上げれるんです。さらにまたそれを個人が消費で使っていわゆる実体経済が動いていくんですね。これが今の近代経済学の基本的な考えですよ。決して、いい加減な話ではなくて、まさにオーソドックスな世界標準の経済学です。岩田先生、そうですね。答弁。岩田日本銀行総裁。その通りでございまして、まさに小沢先生が私に教えていただけるという感じでございます。小沢崎人君。岩田先生には10年間ずっと教えをいただいてまいりましたんで、私は岩田先生の話を申し上げているだけであります。2番目にですね、為替と金融政策という話を申し上げたいと思います。為替というと常に、いわゆる介入とこういう話になります。基本的に介入は効かないと。いわゆる為替の水準はですね、各国のベースマネーの相対比較で決まる。これが私の理解だし、今の世界標準の経済学だと思いますが、岩田先生いかがでしょうか。岩田日本銀行副総裁。いわゆる購買力平価政策ということで、長期的にはそういう同じ購買力になるように通貨の比率が決まるという考え方で、長期的には成り立っているというふうに思います。したがってそうすると長期的に購買力平価がどうなるかという、今の購買力平価じゃなくて将来の購買力平価が為替に影響するので、そうすると将来の購買力平価がどうなるかは、その人々が予想期待インフレ率あるいは予想インフレ率が例えば日米でどう違うかということが将来の購買力低下の予想を決めてくるので、差し当たりは日米例えば予想インフレ率差がエンドレートを決めてくると。ただもう少し短期的に見ると金利差とかですね、金融危機ギリシャで起こった金融危機がリスクプレミアムを上げて安全資産の円を円高にするとか、そういうことはありますけれども、おっしゃるように長期的には購買力低下説で予想のインフレ率の差がですね、エンドレートその他の為替レートを決めていくということだと思います。小沢崎人君。日本経済この間ですね、大変苦しんで、まさに基幹産業とも言うべき電気産業だとかですね、そういったところがものすごく、大きなある意味では苦痛を感じてきたわけですね。で、実際の赤字損失、そういったものも出してきています。で、70円台の為替と現在大体94、5円でしょうか、そのくらいの為替だと決定的に違うんですね。これも為替ですから、円高で得するところもあれば損するところもある、円安の方がいいところもあればダメなところもある。ただトータルに考えたときに日本のような加工貿易立国ですよ、そういった国はですね、トータルに考えてどっちがある意味では楽なのか、そうは言っても各国にですね、逆に、なんていうんですか、インフレを輸出するような話であってはいけない。もちろん国内の中でのいわゆる標準的なレート、その話にですね、落ち着かないとダメなんですね。で、今総理に為替レートいくらくらいが適正かなんてことは聞いてもお答えにならないと思います。総理が官房長官だったとき、小泉政権だったときは大体どのくらいだったですかね。安倍内閣総理大臣。小泉政権のときはですね、100円前後ぐらいだっただろうと思います。安倍政権のときは110円から120円ちょっとということだったように記録をいたしております。小沢崎人君。全くそうなんですね。ですから、そういった意味で言ったときにですね、先ほど来の20年日本のまさに GDP は生産力は全く変わらない、そういう中にあって為替だけ異常に円高で行き過ぎたやっぱり水準だったということじゃないでしょうか。でそれに効くのは金融政策、もちろん
政治的な要因だとか短期の要因はありますけれども、いわゆるしっかりとした、いわゆる長期的にはですね、まさにベースマネーの相対比較で決まると。これこの図表を見ていただければお分かりなんですが、円ドルのいわゆるマネタリーベースの比率とまさに為替レートの図ですよ。もちろん短期的にフラクチュエートしますから、そうですけれども、基本的にはまさにアメリカがリーマンショックの後一気にですね、ベースマネーを増やした。日本は増やさなかった。だから円高になった。すごく単純な話なんですね、ということだというふうに申し上げておきたいと思います。時間もだんだん迫ってまいりましたので、心配なことを2点だけ聞いておきたいと思います。資産バブルの話と、それからいわゆる金利上昇の話でございます。一つはですね、さっき申し上げたようないわゆる経路をたどって日本経済は、私はいい局面に入っていくとこう思っておりますが、いわゆる資産が高騰しすぎる場合、そこで途中で止まってしまう場合、いわゆる資産が急高騰する、資産バブルですね、こういう心配をすることもある意味では必要な部分があるかもしれません。このまさに資産バブルの防止に関しまして、私はこれは金融政策だけではない、土地だったら土地対策でいろんなやり方がある、あるいは株価だっていわゆるいろんな売買の制約もある、そういう話もあると思いますが、基本的にこの資産バブルに対する対応というのを日銀はお考えになってますか。岩田日本銀行副総裁。現在長く続いたですね、資産デフレとデフレの中ではかなり物価水準、株価水準が低くなっているので、金融政策のレジームチェンジしてこのように 2% のインフレ目標をすると株価はある程度急騰するというのは自然の現象で、過去のいろんなデフレの脱却の歴史もそれを示しているので、差し当たりそれがすぐバブルだと言って警戒するというようなことはないと思いますが、ただ金融政策を運営するにあたってもう少し長期的にはそういうことを目配りするということで、それは金融政策も当然目配りしますが、金融システム安定政策というのも一つありますので、それと連携を取りながら対応していくのがベストだというふうに思っています。小沢先人君。確かに今ですね、あんまり先のことを心配しすぎてもいけないんですが、しかし同時に心配する方もいらっしゃいますから、今岩田副総裁がおっしゃっていただいたように、そういったことが起こった時の対応もですね、頭に置いてやっているという日銀の新しい姿を私は評価をしておきたいと思います。もう一点、金利上昇の問題があります。この金利が、国債価格が安くなって金利が上昇していく、そういう局面、今は逆の局面が起こってますね。いわゆる国債価格は安定して金利は安くなっていると、こういう話でありますが、この先インフレが生じていくと、そういう金利上昇ということも考えておかなければいけません。その場合の対応策を日銀はお考えでしょうか。岩田日本銀行副総裁。現在むしろ名目金利は少し下がっている状況ですけれども、これが金融政策の効果がですね、だんだん量的質的大胆な緩和が効いてくると、次第に需要が、物に対する需要が増えてきて需給ギャップは縮小してくるという、それについてだんだんデフレ脱却がきちんと足元にも見えてきて、インフレが少し穏やかですけれども上がってくるという状況でなりますと、金利は少し上昇してくるというふうに思います。でこれはしかし正常な金利の上昇で景気の回復を反映しているわけなんですね。で一番警戒しなきゃいけないのは、国債のリスクプレミアムが上がることによって金利が上昇する、それはやはり財政の持続性を市場は心配するということですので、やはり中長期的には財政の持続性というのをやはり政府国会の方でですね、担保するようなことをしていただくと、いわゆるリスクプレミアムが上がるという悪い金利の上昇を防げるということで、そうでない金利の上昇であればそれは景気回復の印だというふうに理解していただきたいと思います。小沢先人君。
まさにその通りだと思いますし、今申し上げた資産バブルへの対応、あるいはまた金利上昇をしっかりウォッチしていただくということをぜひ日本銀行にはお願いをしながら、しかし同時にですね、断固たる決意でですね、この大胆な金融緩和向かっていただきたいと改めてお願い申し上げます。最後にちょっとこの図表をせっかく用意しましたから、国民の皆さんにも見ていただいて、インフレ目標を導入している国と、これだけの国があります。これが世界標準であります。ちなみにインフレ目標というのを物価安定目標という言葉を今使っていただいておりますが、これは私が財務金融委員会で初めて使わせていただいた造語だと思っておりまして、インフレ目標というと誤解がありますから、物価安定目標をしっかりと政府と中央銀行で合同して作って、そしてデフレを脱却していく、ぜひ頑張っていただきたいと思います。維新の会は精一杯その方向で頑張りたいと思います。以上です。ありがとうございました。